フランク・タシュリンは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、アニメーター、映画プロデューサーである。1913年2月19日、ニュージャージー州イーホー県に生まれる、イソップス・フェーブルのエンドタイトル。1926年、13歳で高校をドロップアウトしてから職を転々としていたが、17歳となる1930年、ポール・テリーの イソップスフェーブルでカートゥーニストとして働き始めた。バンビューレンスタジオでは長くは務まらず、1932年にはワーナーブラザース内にあるレオンシュレジンジャーのカートゥーンスタジオにアニメーターとして入社した。やがて同スタジオを解雇され、アブアイワークスの動画工房に入社した。1935年にはハルローチの撮影所に 脚本家として移籍したが、さらに翌1936年には、シュレ・ジンジャーの元に舞い戻り、アニメーションの監督となった。第二次世界大戦後の1946年、パラマウント映画に移籍し、マルクス兄弟や、ルシル・ボール出演作品のギャグライターに転向、ボブ・ホープや、レッド・スケルトン出演作品の脚本家となった。1948年に執筆した。 ノーマン・ゼット・マクロード監督の腰抜け二丁拳銃が全米脚本家組合い賞の最優秀喜劇脚本賞と最優秀西部劇脚本賞のダブル受賞を果たした。1951年には実写の映画監督としてデビューした。1958年には前年にオリジナル脚本を執筆した自らの監督作、ロックハンターはそれを我慢できるか。 全米脚本家組合賞の最優秀、喜劇脚本賞を受賞した。同作は、フランスの映画批評誌、カイエデュシネマ史上に、ジャン・リュック・ゴダールが発表した、1957年のベスト10の3位にランクインした。4位にも、タシュリンの底抜けコンビのルカ・ソルカが挙げられている。1972年5月5日、カリフォルニア州ハリウッドで死去した、満59歳没。 EN カテゴリーフィルムズダークテッドバイフランクタシュリンありがとうございます